どうも、ドズルです。さあ、今日もですね、アンティルドーンやっていきたいと思います。いやー、結構やばいですね。今のところサムだけが異常事態に気づいていない状態での、サムスタートでございます。今サム、お風呂に入っていて上がったところ。何もないな。いや、この館もだいぶやばいですからね、今。私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから、こんなの面白くないからね。やりすぎ。服を奪われた。あのピエロか。寒そうだな、これ。クリス？ジャッシュ？一体何？何か光ってる。この風船がこっちに行けって言ってるな。風船は調べられない。あのピエロは一体何を企んでいるのか。何者なんでしょうね。殺人鬼なのか。おっと、びっくりした。もう夜中の1時15分ですか。アンティルドーンって日本語訳すると夜明けまでってことですよね。クリス、マイク、エミリー、夜明けまでにこのストーリーが終わるのか。もうそろそろギブアップなんだけど。本当超面白かった。ははサムがタオル巻いて歩きました。いや、これでもう早く終わりにしようよ。いい？満足した？映画で賞取ってますね。それとも週末はずっとタオル巻いて過ごせって？じゃあタオルで。サムもだいぶ怒ってますね。ただみんながもうこの屋敷にいないことを知らないサムは。何もなさそうだ。あの留守番電話に残っていた殺人鬼っていうのかな、あいつがピエロなのかな。さあ、不気味な風船が地下か。もしかして地下に誘ってる？地下嫌なんだよな。地下が一番怖いですよね。逃げる。チュンドはどうせ行けないだろうから。おっと、びっくりした。テレビがいきなりついた。おっと、びっくりした。何今の。びっくりした今。もう一回つけよう。かない。
今のは何だったんだ。ピエロの仕業か、はたまた。いや、今のびっくりした、本当に。一人で歩くの怖いな、なんか。コンピューターでもいいから。誰か一人一緒にいればね、まだ気持ち楽なんですけど、一人で歩くのは怖い、本当に。あ、電話。これ前聞いた留守電かな？メッセージはありません。ありません。地下行きますか、地下。ピエロが行けって言ってるからね。いやー、地下嫌だな、本当に。お、なんかある。え？写真か、前見たよね、これ。私をビビらせようってなら、ほら、この通り。さあ、地下に降りていきます。懐中電灯。どこに行っちゃったわけ？カラーは。おお、とっとっと、後ろ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 。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。おおっと。シアタールームか。やあ、サマンサ。お探しかね。頑張って見回しても意味はないぞ、サマンス。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ？目を開けるんだ。ああ、嘘。どうだ、実に美しい。お風呂を楽しむことにさえ、これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれないな。私にこんなもの見せるの？なぜかって。ジャンシュン！これを見てどう？ジャンシュン！何をしたの？お前に10秒やろう。9、8、やめて！7、おっと、サム、サム、逃げよう。こっちは鍵開いてるんだ。飛び越える飛び越える。おっと、来た。地下にバッタって。隠れる。バッタバッタバッタ。サム、隠れてどうする？サム、いつまで逃げるつもりだ？怖え。逃げる。あーっと、捕まった。あっと、よっしゃ、オッケー。冗談でしょ、何なのよ。四角の鍵、四角の鍵、引っ張る。あるあるある、この鍵あるよ。あっと、
しよしよし。早く逃げよう。ああ、行ってない。うーわ、何ここ、なんということだ、何ここ、本当になんで地下にこんなスペースが。やばい、隠れる。もう、くそ、何ここ、かな。あれ、スクリーンショットは撮れません。別に撮る気ないんだけど。なあ、計画通りにはいかなかったようだな。だ、何の計画通り。せっかくの苦労と見事な計画がほんの一瞬現れた君の欠点で台無しになる。言っただろ、全ての行動には結果が伴うと。このミスが最後まで影響しないと思った。君がやること、言うこと、全てが変化を起こすんだよ。バタフライエフェクトだな。そう、私たちはこれまで君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った、君が恐れているもの、孤独への恐怖、何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために、その結果がこれだ。おっと、びっくりした。あいつだったのか、喋ってるやつは。誰だろう、こんなのあんまりだ。何をしたってんだ。どういうこと。嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。がいて、こんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。誰、誰なの。やあ、サマンサ、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マット、今の何。知るかよ。あ、こいつらもヤバいんだったな。狂乱、夜明けまであと5時間。これは絶体絶命だな、本当に。どうしようか。エミリーをとりあえず落ち着かせよう。落ち着けよ、落ち着け。仕方ない、俺たちを人だけさ。そんなことないよ、マット、恐れよ。どうしよう、ゆっくり近づこう。どう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 。エミリーついてこい、エミリー。どう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 。いいよいいよ、オッケーオッケー。俺が王者だ。お、一人解かない、こいつ。いや、何もしないよ、俺は。ほら、ゆっくり歩こう。サバラ、平気さ。さすがに斧で攻撃したらね、突進されるでしょ。オッケーオッケーオッケー。なんとか、行きましょう。マット優秀だな、やっぱ。こいつはエミリーの彼氏にはもったいないぐらい優秀だ。
さあ、こいつらの目的としてはあれですよね、通信と、ケーブルカーの駅でケーブルが破壊されてたっていうかね、ケーブルに乗れなかったんで、とりあえず通信と、もし無線で誰かと連絡がついたら救助を要請しましょう。待ってる間はどうする？ロッジに戻ってみんなを集めよう。ああ、嫌だ。ロッジは嫌。ここにいるべきだよ。誰かが私たちに接触してくるかもしれないし。まずは無線機を使ってみよう。エミリー、本当悪いやつだな。お、通信と発見。なんか赤い光がちゃんとある。わさ、おっと。ああ、眩しすぎる。だな。見えないよ。何なのあれ。ただの常夜灯だ。センサーで作動したのかも。なるほど。ピエロにはやられてないのか。あの分析官と話してたのがピエロだったんだ。びっくりしましたね、さっき。ちょっとあんまりストーリーがつかめてないっていうかね、あのピエロが何者なのか知りたいんだけど、あれイコール殺人鬼なのかな。で、殺人鬼が出所してお医者さんみたいなのと喋ってたのかな。ちょっとわかんない、ね、あ、そう、この前ですね、私すごいもの発見しました。手がかりをこう見てたんですよ。これトーテム見てたら、この一番下に再生ボタンっていうのがあったんですよ。三角ボタンで。で、これを再生するとすごいムービーが見れました。いきます。犯罪で、じいさんは、しばらくして採掘者どもがやってきてこの山を掘り始めた。だが、落盤事故。彼らを狂気へと駆り立てていった。殺人者となった。前のある晩、ようやく奴を助けられなかった。はい、という感じでね、これ多分トーテムを集めれば集めるほどストーリーがつながっていくんだと思います。このトーテムを集める意味がやっと分かってきました。このトーテムが集まればこの過去の出来事がつながっていくんでしょう。犯罪でじいさん、しばらくして採掘者どもがやってきてこの山を掘り始めた。だが落盤事故、彼らを狂気へと駆り立てていった。これね、この前の病院の下りも考えると、この山を争って、今このストーリー話してる人が誰なのかよくわかんないんですけれども、とりあえずこの先住民たちが前々からここに住んでて、採掘者たち、採掘者っていうかその炭鉱を掘る人たちがこの山に来て掘って、何か悪霊か何かを掘り当てたのかな、わかんないけど、まあ、この前の病院の下りもこう合わせて考察するとね。で、その悪霊たちを目覚めさせてしまったがゆえに、なんかおかしくなっちゃったみたいな、頭がおかしくなっちゃって、で1年前あの事件が起きたみたいな下りなのかな、わかんないな。ちょっと今の現時点ではそれぐらいしか推理できませんが、もっと欲しいね、手がかりが。さあ登りましょう。マットはついてこない。ここでマットが斧を手にしてマットはなぜついてこない。あ、来た。あ、斧置いてくるの。なんか今のシーン不気味だな。上がるか。あ、確かに斧を持ったまま上がるのは厳しいか。武器を手放すのは怖いよ。なんで急に風が強くなるわけ。もうすぐ中だ。早く助けよう。こっちからか。この
通信ともボロいですね。なかなかに誰もいないよね。下がれ。うわ、ロッカー棟になんかいないよね。ピエロはロッジにいるもんな。ロッカーに何かありそう。調べるべし。さあ何が来ても怖くない。何もない。かわいそうなハンナ、見つからなくて。今夜のことで二人がいなくなった理由が分かってきた。ハンナワシントン。特に新しい情報はない。身長が172センチとかなり高いこと。右肩には蝶のタトゥーがあるもんね。それは知ってる。ロッカーには何もなかった。こいつの裏になんかないかな。ないね、なんもないね。たまにめくると情報があるからな。これはなんだ。ポチッとな。まあ使えないよね。最高、つかない。きっとこの辺にスイッチか何かがあるはずだわ。じゃあなんだ。ポチッとな。でもファックスか。電気がなきゃ。電気か。こっちに怪しい部屋があるけど他は何もないんだな。よし、じゃあ怪しい部屋に行ってみよう。部屋じゃないのか、外か。お、なんか電気があるぞ。ポチッと。よしよしよし、いいじゃない。オッケーオッケー。それ、助け呼べる？つけるよ。あー、誰かいる。マットとエミリーに一点。やばいやばいやばい。誰かの視線が。私はね、トーテムを探したいんだ。トーテム、お、なんかある。エマージェンシーフレア。おお。やった。かわいい銃ですね。ああ、フレアガンをどうしようかな。マットの方が生き残ってほしいしな。マットに渡そう。これでストーリーが使えるかも。了解、キャプテン。ストーリーが変わったな。一応エミリーは頭がいいですからね。頭がいいってことなんで。よし、電気がついたところで助けを呼びたい。ちょっとここに立っときたいな。誰も入ってこないように。まあいいや、とりあえず助けを呼びましょうかね。あ、着いた。よし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 、悪くないよ。ベス・ワシントン。ごめんね、ベス。こいつも172センチか。平均が高い。して、お、聞こえる。回して、もしもし、誰かいますね。そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞどうぞ。あ、もう、もしもし。あ、よかったよかった、助けがいるんです。お願い。我々と接触を図っていますか。こちらブラックウッド軍のパークレンジャーです。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。どうぞ。お願いお願い、助けて。ブラックウッドさんに閉じ込められていて、殺人鬼がいて。聞こえますか。
もう一度繰り返してください。あまりうまく聞き取れませんでした。誰か助けてお願い。もしもし、名前だけでも教えてください。どうぞ。どっちがいいんだろう。エミリーすごい顔して悩んでますね。まあ名前聞かれたんでエミリーって言おう。あ、私の名前はエミリー。もしもし。あまりよく聞こえません。繰り返してどうぞ。これ大事そうだな。相手は緊急事態って分かってないから催促しよう。助けて。早く助けに来ないと私たちみんな死んじゃう。殺人鬼がいるんだってば。殺人鬼の方来た。何かがセンサーに引っかかった。多分地下かな。聞こえてますよ。今いる場所を離れないでください。天候が回復し次第すぐそちらに兵を送ります。オッケー。夜明け。あ、そらそうだ。嘘でしょ。奴がいる。私の方に来る。やらかった。何したいの。してるんだこの塔。それはやばいぞ。もう待って、どうなってるの。わわわわわ、これやばいだろ。あの殺人鬼クソ頭いいな。おお、マジか。
ダメ。エフェクト更新したのに。エミリーどうしちゃったんだろう。下に落ちちゃったけど無事かな。さあまたこの炭鉱にやって、おっと誰だ。殺せ。おっとマジか。オッケー。何人だったんだ。危なかった。フレアがなければ。上にいなかった。僕は見てないけど降りてきたんじゃないのかな。私も見てないんだけど。はい、ということで今回またアシュリーたちに戻って、ここで終わりたいと思います。いやー、かなりですね、ちょっとエミリーの行方も気になるんですけれども、このクリスとアシュリーどうなるのか。今地下に多分サムとあのピエロ野郎がいると思うんで、ばったり会っちゃうのか、まあ、そこら辺もね楽しみにしつつ、今回はこれで終わりたいと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。